だったりとか。で、まあ、もちろん日本のディズニーランドとかそういうレベルではないんですけども、それなりに楽しめるのかなというところですね。まあ、時々デートに行かれるんだったらおすすめかなというところです。で、ウェビナーについてですね、海外人ご希望の方がご相談ですね。ウェビナーで稼ぐ方法、動画の音声とか服装とかですね、フォローアップメール、あと複数のデバイスでということで、まあ、まず服装に関してなんですけど、ウェビナーはですね、もちろんその、どういう内容のですね、ウェビナーをやるのかによって違ってくるかなと。例えば僕なんかは、お金の話とかする場合もこういうラフな感じで、まあ、海外に、南国にいるっていうのもあるので、ラフな感じですけれども、やっぱりですね、見る方の属性に合わせてですね、ちゃんと白いワイシャツを着るとかですね、まあ、ジャケット羽織るとか、まあ、ネクタイまでしなくてもですね、そういうちょっとフォーマルな感じがいいのかなと思います。で、まあ、逆にですね、自由人という形で、あなたがもし、ご自身を訴求しているのであれば、まあ、多少ラフな砕けた感じでもいい。